合法一発、大厨令請球決勝戦スタートをアウト飛び出して7番、ベアへとスタートを決めていますそして3番、山口竜也が追って2番手3番手、車相手4番、松岡光明を追っていますそれから1番、坂田光輝4番手後ろ2番、小林紀之が5番手を続いて後ろに5番、加藤圭一6番手あとは6番、菊池雅人が最高峰の序盤戦 1>, 1周回目の3コーナーから4コーナーへと向かいます7番安倍彩人が先頭でこのマークに4番松岡孔明1番坂田光輝が3番手につけてこのマークには3番山口竜也が追っています2番小林の紀之5番手を追走でマークに5番加藤圭一6番引きちまと最高峰で2周回目の1コーナーから2コーナーへと向かっていますこれでラインが細かく2対2対2対1 人気を集めています7番阿部愛人が成功法からの展開マークは昨日に続いて4番松岡孔明がつけました九州別戦で1番坂田光輝が3番手マークは地元三番山口裕也の西九州コンビ対する2番の小林徳幸が5番手からの競争でマークは同期5番加藤圭一難関ラインあとは6番引地雅人が短期最高峰で残り2周回を迎えています 2番の小林が上昇して7番の阿部が下げましたそして3番手に1番の坂田が切り替えてこのインコース7番阿部の方がバックを踏んでいます7番阿部は引いて後方の6番手ここで前から誘導をかわし2番の小林が先頭です。誰が言った さあ彼を聞いて2番の小林紀之先頭で前をに5番の加藤3番手は車を開けて1番の坂田インコースを狙った7番の阿部ですがこれを1番の坂田が締めて待った。このの後ろを7番の 阿部と3番山口が取り合う最終周回1コーナーから2コーナーさあ2番手激しくやり,やり合っていきます、えー、4番手で激しくやり合っていきますがここで3番手1番の坂田が踏んでいくこのマークには7番阿部がはまる形になって最終3コーナーから4コーナーさあでき1番坂田浩輝が先頭でこの2番手スイッチする5番の加藤ですが外から7番阿部が2番手1番坂田ゴール一1番7番三茶からそいどうか 制球決勝戦最後は1番、坂田紘輝先着あとは7番、阿部の先